韓国ソウルにてクーデターが発生したとの情報が入ってきました。大統領暗殺により民主化の意識が高まる韓国内で、政権奪取を目論むチョン・ドゥガン氏が中心となって起こしたとみられています。現在、首都警備司令官イ・テシン氏がこのクーデターの鎮圧を図っているとのことです。続きは劇場でご覧ください。緊急事態が起こりました。独裁者の座を狙う男と国を守ろうとした男、国家の命運をかけた9時間の攻防が幕を開ける。오늘밤승부처는누가먼저서울로전투병력을진입시키는가에달려있다실패하면아니요성공하면혁명아닙니까서울의하루